OK です。OK やれます。私できます。あ、やべ！なんだっけな。まあ、今日は、あれだから、しっぽりバイオハザードだから。なんか慌ててたのがバカらしく思えてきたんだよな、最近。東に行くんでしょ？東でレッドフィールドさんと、なんか相まみえればいいんでしょ？わかってるわかってる。さあ、領土の管轄についてまた揉めようじゃないか。二人で競合してさ、共闘して、やっぱ戦争を、まあ、起こしてしまったわけだけれども、やっぱ、いや、今戦争の話やめない？いや、農地とかについての話しない？産業とかさ、産業とかお互いのさ、こう技術力みたいなの、俺は、しっぽりバーザー！ねえ、私のせいじゃないです！まあ待てよ。マービン、まあ待てよ。そんな大声出すことはねえだろ。レオンだって満身創痍なんだ。響く。お前の轟音は私の傷に響くんだよ。少しは、節度を持ってだな、マービン。は分かったんです。あのね、赤い本をね、多分石像に持たせるんだよね。まあ、急にあいつが動き出して、まあ、ミュージアム開始みたいな、ナイトミュージアム開校みたいな。なってしまう可能性のある。急にクラウドファンディングをしてこの右腕を作ったという経緯があるかもしれないが、私にはそんなの関係ないんだ。差し込んだらどうなると思う？ここに赤い本を、あ、組み合わせるんですね。こんな具合でどうですか？上手に組み合わせられましたね、と。ポロッと言っちゃうよ。やめてください。本気出さないで。酒場で私のことを峰打ちして、酒場で峰打ちして、すごい。ジェニーハイとかがそういうタイトル使ってそう。酒場で私を峰打ちして。さあ行くぞ！何を手に入れたというのだね。まるで話聞いちゃいね。あ、何これ。まあ調べるだけ調べるか。宝石取ろうぜ、宝石。私のせいじゃないです。価値の高い宝石。うめえ、ありがたいよ。もらえるだけね。甘納豆みたいなもんだけどな、私からしたら。そう、私がすることはたった一つ。ワンアイテムイズワンセーブ。ワンアイテム、ワンセーブ方式でやらせていただいている。今回の大会、それがルールになっています。ダメですよ。地元のルール持ってきちゃ。死ぬまでがゲームみたいな。ダメですよ。ワンアイテム、ワンセーブ。そういうルール。なんて言うんだっけな。あ、私のバイオハザードのレギュレーション、ワンアイテム、ワンセーブ。いつになったら回復できるんだろうな。宝石持っとく。どうする？こんな高価なもの持ってたら、ゾンビも、近寄ってきちゃうよな。吸い寄せられちゃう。わあ、すごーいって。早くゲーセンにこれ寄贈した方がいいわ。ゲーセンのすくって落とすやつに。サルベージ、UFOキャッチャーにこれ入れといた方がいいわ。これでっかいやつな。まあ、あれなんかどこに敷き詰めればいいかわかんないけど、あれ取っても。まあ、なんだっけ、琥珀糖みたいな。コンパクトみたいな。あれ、表記揺れあるだろ。あれ、なんて言うんだよ、結局。好きなように呼べよ。懐が深すぎるぜ。コンパクトさんか琥珀糖さん。さすが喋れるだけある。喋れる砂糖菓子め。いけぞろー！やお、やお、いくやおー。マックスボルテージ！窓を見ろ！引き締まっていこう！さあ、シェイプアップ！シェイプアップレオン！私じゃないです！います？いるかいないかで答えて、はい！ワンチャンスあり！しかし2階であるからして。2階の新ゾンビ開口か？どうする？あー！ワンチャンス窓ある。ワンチャンス全開窓が。ペシ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 。わかった。わかった。この角に私がいることが良くない。誰かのせいにしちゃいけない。なんです。いやー来たーグリーンハーブよ。ちょっとなんか、はい。ありがとうございます。これで。調合したハーブだ。クエレオン、ファインエンデューゾンビエンデュー I'm fine エンデューワンツあ、デッドバイデイライトでよくここお世話になります。ありがとうございます。ああヘリコプターがね。ヘリコプターが墜落したって。レッドフィールドさん、こんにちは。いかがお過ごしクレア。誰クレア。縄とかおろしま。じゃあ、ワンチャンスゾンビあり。ワンチャンスゾンビあるぞこれ。いや、爆発ゾンビあり。ほら、発火ゾンビだ。発火チャンス。レッドフィールドさんの、これは独壇場じゃないか。このレッドフィールドと炎の。おい、クランプやめろ。ねえ、びっくりしたでしょ。まあ、任しといてください。さあ、戦隊レンジャーが始まるレオンの。背後にな、もう爆炎が上がるな。もう目に見えてるんだよ。すまん、会話聞こうか。いやもう耳、もう二人の世界だから。私の声なんて聞こえてないんだよ。もう入り込んじゃえよ、二人で。とことん突き詰めていけば、お互いの関係性っつうの。育めば、どんな絆でも愛でもさ、結びついていけば、ああほら戦隊レンジャー来たぜ、俺さあ、朝を迎えよう、二人で。やばい、これ大号令、ゾンビ大集合の大号令が。え、わあレッドフィールドさん、会えたらまた会おう。早く逃げろ。いや、この穴からなんか宝石でも何でも渡しましょうか。ちょ。大きな音に集まんのかよ。行け、グレア。誰だ、レッドフィールドさん。え、絶対に。約束する。レッドフィールドさん。でもまあ、まずはレオンの心配だろ。普通に考えて。こんな具合になっちゃいましたよって。ちょっと待ってね。本当にパソコンが火あげそうでちょっと怖くて。奴らが集まってきた。マビン、応答。マビンくそ、マビンを助けに行かないと。正義感だけは一丁前なんだ。木材。あ、ハンドガンの弾ある。え、開いちゃう誤解調しちゃう。バカ野郎、お前触んな。怖いから。私の精神の安定のために触んな。でも背を向けた瞬間に何が始まるかわからねえ。気を抜くんじゃねえぞ、レオン。12発だ。でもうちのショットガンにかかれば、あお、これで1階をね、開け放っていけっていうわけよ。醜き者たちよ、生命力だけを持て余している醜き者たちよ。食欲にも駆られず、性欲にも駆られず、睡眠欲にも駆られず、ただ人を襲うことでしか自分を主張できない悲しき化け物たちよ。さあ、迎えに行くぞ。レッドフィールドさん、今行きますよ。明るい部屋だと嬉しいんだけどな。あ、ちょうだい。オフィス突っ切ってこう。いや、突っ切れるわけがないんだ。でも私はマービンを第一に考えてる。あなんだよ、なんのこっちゃわからねえぜ。マービン、お前が一番大切だ。よし。危ねえ。マービンを口説き起こすことで全然わざわざ。私は一体どこに入っちまってるんだ。ここには用はないよ、レオンは。走り抜けろ。いつだってそうしてきた。このルート。ここは一本道最短走りルート。まっすぐ行くぜ。ひょっとこゾンビが1体2体やられたところって変われねえんだ。ひょっとこゾンビ来たーあー、面白い。正月にぴったりだね。君みたいな存在は。あれ、ここわかんないよ。ちょっとマービン作詞すぎるだろ、ここ。おい、マービンがここ完全に閉鎖してくる。しかし、相手はデブゾンビが。面白い。おれー、なんか言ったか。閉鎖されてる。じゃあですね、2階から回っていかないといけないってわけか。でもいいよ、今余裕あるから。東がオフィス行っちゃう。でもマービン難否が一番だ。なんか、バイオサードそこら辺シビアなんだよな。めっちゃ時間経過で人死ぬからな。で、まあ、ひょっこりゾンビが、ああひょっこりゾンビだー、あ、なんか、結構アジア系っぽい顔してる。アジア系発行、小学生の時、友達何人いた、囲碁将棋部、これ、ちょっと、ごめんなさい、悪口でしたね。すいませんね。あー、悪口ばっか言っちゃってごめんね。私のせいじゃないよ、でも。君がそういう顔してんのが悪いんだ。さあ、お邪魔。さあ、2階、どんどん、レオンくん、懐中電灯つけて、見えない、熱いやー、感覚が連動している。ちょっと、一回落ち着かねえ。まあ、ワンチャンサバイバルナイフで切り抜けられるから。多分、新種ゾンビありなんかも知りませんわね。バッファー、あ、これ、アベンジャーズの人絶対そう、絶対待って、落ち着いて対処して、お母さん。アル中で俺たちのことは顧みなかった。一切顧みてくれなかったお母さん。近い発酵、アジア系が来る、近寄ってくる発酵のアジア系が。一発も当たんでんなら横行くしかねえだろ。近寄るな、足元熱い。危ねえ、木造住宅だぞここ。マービン大丈夫か。マービンのとこにまだ火の手は上がっていないが、消火器かなんか置いてないのがね、法律に準じろ、この施設。マービン食ってば、横たわっちゃってない。一回横になってる。あお、マービン、ああ、ごめんなさい。勝手に判断して。生きててよかったねっていうだけ？これまたオフィス行かないといけないの私。なんかロックかかってる。こことか行かないといけない感じっすか？なるほど、なるほどね。東側オフィスは、行っとく？でも外回んないといけないから。近場から行くか。やっぱ寄っとくべきだったな。ちょっとひよっちゃったね。いいよ。反省できるだけ偉いよ。セーブ、セーブ、セーブ、セーブ。ワンセーブ。レギュレーション違反になんないように。ワンアイテム、ワンセーブせよ。私やれます。私まだまだ走り込めます。で、新しいとこ行ってさ、とっととメダル集めて脱出しないといけないから。お頼み申す。火の手は上がっているか？なんか明るくねえか、向こう。あんな明るかったか。違う、光が入り込んでただけか。でも、その、びっくりゾンビがいないだけありがたいよね。ありがたゾンビ。なにちょっと、コントラバスで、この音何？聞いたことない音してるー。でも、音してるだけじゃない。聴覚で訴えかけてくんじゃねえ、私に。やめてくれ。おしょんべんゾンビ来たー。おしょんべんションベンピエロ来たー。安定しねえぜ。ちょっと。以上で硬すぎるこのゾンビマジで。ちょっとで早期決着。意義がいいね。ここに一体いるのは知ってるが民間人ゾンビには目もくれねえ。先失礼しまーす。はいアンチ部屋だからよ。悪いなこんなか開かないよ。残念だったね。落ち着けよ。もうゾンビ煽んのやめね。てか人間の身体能力をなめてる私が成人女性の。そういう反省点もあるな。だからもう持久性のある叫び声を上げるのやめよう。てかまた弾枯渇してきたんだけど。この先アンチ部屋だといいね。希望を持って。こんにちは。電子部品。なんだこれ。本当に知らないやつ来た。結構アンチっぽいぞここ。まあ調べるか。何らかの電子部品。電池か。そこらにリモコンないのここ。はば。この扉はねえだろ。で私がグリーンハーブを見つけられない事案が発生している。重い一撃だった。もうこの人はさ、もうしょうがないんじゃない？ちょっと立て込んでるんですけど、ここゾンビが。くてばれ。やばい、ヘッドいけない。プロコン案外むずい。ふう、落ち着いて。レオン君、もう抵抗するしゃい。LB ってどこ？すいません、もう勘弁してください。ちょっと。ロックでしょ？もうこっち走ってって、銃弾あることを願っていたんだが。ってなってくると、こっちが開かないから、積んだってこと？終わったで、このゲーム。先行手榴弾を取ってるところを狙われるとはなんてことだ。よし、打撃がある。クリスの打撃。起爆時の先行と爆音で。何の成果も得られませんでした。私何やってんのこんなところで。口に入れちゃってさ。眩しいのかな。見てみましょうか。起爆せんぞこれ。キーン。危ない。もうこんな部屋にはいられないわ。正気じゃないわよ、この通路。どうすんだよ、じゃあこれ。マービン助けて。もう抵抗する手段が一つもない。マービンに襲いかけられたらもう終わりだ。で、この左のスペードも開くらしい。弾落ちてないかな。こうゾンビ 3,4 体くらいいなかった。アイテム数。キーは捨てることができる。もういらないのこれ。いや、でも取っとこう。ほら、いるんだよね。でも弾ないんだよね、ここ。来たけど。来たのはいいんだけど。なんかゴーゴー言ってね。もういいって。同僚になるはずだった人たち。同僚になるはずだった人たち。ほら、いるじゃん、まだ。まだここに取り憑かれてる。私が職場でゾンビになったらすぐ自宅帰るけどな。飛び乗って帰るけどな、電車。でもああいう末路はちょっと遂げたくないかも。でも2階もさ、2階でって感じなんだよな。工具でもっとバンバン上げてけって話なんだろうけど、ラウンジノックとかあるんだよな。でも銃一発持ってないんですけど。で、銃ちょっと、銃弾が結構ネックだから、ちょっとロードするか。ちょっと大変申し訳ないんだけど、ちょっとここなんか前作よりきついな。なんかゾンビも硬いし、3体で、なんか3段くらいで敵やれてたんだけど、なんだ、これで。あれだ、C4 のあれとか持ってない状況になったけど、私は位置覚えてるから、ご安心ください。次の目的地を言い渡す、レオン。こちら辺でしょうねーってなことだな。これ2階の右ら辺で右行きたくねえな。非常階段は、下はもう終わってるから、こっち回って屋上行くか。ルート的には2階の、まあラウンジ奥あたり、スターズら辺がまあちょっと臭いんじゃないかっていう説もあるけど、2階だったら図書室から速攻で行けるから、まあ2階の図書室あたり回って、左奥からやっていこうっていう。あ、あるんだ。デッドバイデイライトだとないから分かんなかった。ふざけんなよ。ロックス、あ、ガンパウダーあるらしい。う、見えねえ。マップで表示してくれるだけありがたいな、本当に。ってなると、こっちは、3階もほぼほぼ探索終わってるかな。ダイヤル上でこっち行って西倉庫でこっち回ってきてるから、メインホールの3階が行けないから、ここ穴開くとこでしょ。あ、でもレオンだったら飛べんのかな。ちょっと一回穴開けとくか。まあ別に特に怯えることはないだろうって。まあレオンの脚力だったらぶっちゃけジャンプできるけど、ね、恐れることはねえよ。これが成長だ、人命な。よしよしよし。で、この木片を落として、まあ、大ジャンプ一発いける。でも、レオンの着地時にまた穴が開く可能性っつうのある。で、どうすんだろう。ケツだけ入ったら。飛べ！これで本棚移さないと右行けないよっていうあれか。なるほどね。じゃあ絶対確定で右行かないといけないのか。現状。っていう話だったでしょって言われちゃもう何も言えねえんだよ。ジョッキとか動かせないの、工具で。右奥行って、右側の1階から2階にかけてを、2階の屋上か。こっちもまた難ありそうだけどな。セーブしよう。ジャムアップ。もう走ってこうぜ。止まんな、止まんな、止まるからぞ。ピッピッピッピー、パッパッパラッパ。パッパ、いつもこれ歌ってる、この人。ちょっと待ってね。今試行錯誤してるから。当たんないのが一番まずいんだよな。はい、通りまーす。あちちあちちと。おーない？何体いんだよ、これ。右側に4あんのに、足は。ヘッドショットいってるこれ。どっちみちか、弾なくなるな、これ。でも、ザコさ、避けて、残りがか。でもここのゾンビ優しいな。まだ炎で照ってくれてるから。急に暗闇から同系色が現れるから全然いい。嘘だろこれ、詰まったぞまた。差し込み口。1階の東側オフィスかーってなると、警報器も鳴ってるし。わかりました。1階行きますよ。閉じ込められたのにな、1階。それでも腹くくってるんは行くんだよ。よー、見物人たちよ。レオンの逃走中みたいな感じなんだろうな、気分的には。放送中、檻の前通ってる時マジ盛り上がるからな。なんて言っちゃったりして。さあ、ちょっと重いです、動作が。ちょっと不安です。